目でも美味しい、体に優しい、いりこだしを使った一汁三菜が評判、たしこの岸八千代さんの登場です。岸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはカープ応援ドドドレシピとなっています。ということで、いよいよね、今週じゃないかということで、よくわかんないですけど、ドドドなメニューをお送りしていきます。今日はこちらを作ります。ドドドライカレーということで、カープにちなんだ割と赤っぽい、はい、あとはカープの応援しながらでも簡単に作れるというね、そういうドライカレーになっております。とっても美味しいんで、ぜひ皆さん参考にしてください。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、では、フライパンの方に油が入ってます。はい、そしてみじん切りした、ニンニクを今弱火でゆっくり温めています。はい、サラダオイルが大さじ1、ニンニクは1かけ分です。はい、シュワシュワっとして香りが、ここは弱火ですね。はい、香りが出てきたら、玉ねぎを炒めていきます。あ、いい感じです。いい感じですか。はい、はい、玉ねぎは粗みじんに切ってます。はい、玉ねぎ1個分、粗みじんです。はい、これがだから飴色玉ねぎをね、今から作っていくんですよね。はい、はい、そうです。ここで塩ひとつまみと、はい、砂糖ひとつまみを入れて、はい、中火で炒めていきます。はい、火力を上げました。弱火から中火です。はい、はい、お、はい、これが今日のポイント。はい、基本の木です。玉ねぎは色づくほどしっかり炒めることで、甘みを引き出してくれます。わかりました。じゃあ、これをしっかり僕が飴色になるまで炒めていきましょう。はい、はいはい、お願いします。はい、はい、では野菜を切っていきます。はい、まずピーマンです。はい、ピーマンはヘタを取って、中の種を取りました。はい、これも粗みじん、粗みじん、はい、切ります。ね、今日は岸さんね、はい、赤いカープのリストバンドをして一番してきちゃいました。はい、ということは、はい、前田選手、前田選手のファン、はい、へえ、やっぱり生まれた時からのカープファン。そうです、生まれた時からカープファンです。特に前田さんのファンだったんですか。あ、はい、でも今はこれ日本一の一番日本一にかけてへえ。ではトマトです。トマトは、ヘタを取ってます。これを1センチ角のざく切りにします。はい、でもいいですね、リストバンドして料理っていうのもなんか、はい、いいと思います、ね、ちょっとした手拭いたりとかね、はい、はい、汗も拭けて、ね、はい、いいと思います。でも本当、岸さんの中ではカープのテレビ中継とか見ながらでも作れるような、はいはい、メニューなんですよね、今日のドライカレーって。はい、材料もそんな少ないですし、作りやすいと思います。そうそう、本当家にあるカレールーじゃなくてカレー粉で作りますもんね。はい、そうです。あ、トマト、こういう赤いトマトがちょっと手に入らなかった時は、はい、ホールトマトを使っていただいて結構です。今ちょっとトマト高いんでしたっけ。そうなんです、ちょっと高いので、はい、なのでホールトマト缶でもいいわけですね。はい、今日トマト総量で 350g ぐらいですので、ホールトマトの場合そのちょっと計量してもらって使ってください。はい、缶詰でも OK です。はい、あ、汁ごと入れました。はい、はい、あ、トマトのもお汁も一緒に入れると。はい、皮も種も汁も全部入ってもらって大丈夫です。おーい、よいしょ。はい、すりおろします。はい、さあ続いては、はい、人参ですね、はい、赤いものが続々登場。はい、人参は皮ごとすりおろします。あ、切らないんですね、人参は。はい、あ、いい感じですね。はい、玉ねぎも透明感が出てまいりました。はい、砂糖と塩を入れて玉ねぎを炒めることで、はい、玉ねぎの余分な水分が出やすくなって早く炒まるんです。それで一つまみずつ入れたんですね。はい、よいしょよいしょ。大
丈夫ですか？大丈夫でした？疲れました？ちょっとすりおろしどうされました岸さん、腕が疲れてきたんですか？大丈夫です、前田智則さんがついてますから。そうだ、前田さん。そうですよ頑張ります、よいしょ、もう少し、よいしょ。でも今日あれですね、野菜かなり入りますね。はい、野菜たっぷりで、野菜の水分で、よいしょ、煮るようにして。そうなんですよ、はい、作っていきます。お水とか入れないんですよね。はい、そうです。もう野菜から出る水分だけで。はい、できました。大丈夫ですか？はい、できました。よいしょ。はい、はい、人参すりおろしました。はい、生姜は皮付きのまますりおろ しております。はい、もう岸さんの体力の限界ということで先にすりおろしてきました。生姜一かけ分です。はい、では、玉ねぎです。はい、玉ねぎちゃんお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、もうちょっとかな。なかなか炒まらないとき、ちょっとお水を加えてあげると、はい、早く色づきます。あ、なるほど。はい、この水蒸気のパワーと、うん、フライパンの底についた美味しいおこげが、うん、玉ねぎに移ってちょっと色づくんです。あ、じゃあ飴色玉ねぎ作るとき、これちょっと水足すってことあるんですね。はい、こうするとちょっと時間が短縮できます。あ、知らなかった。しっかり甘みが出るまで炒めてあげます。岸、うん、さんのこのフライパン振るのちょっと軽やかですね、動きが。あ、そうですか。ちょっとやってみてもらってリストバンド相当気に入ってますもう少し炒まったらもういいと思います。だいぶ飴色になってきましたね。はい、やっぱりお水入れると早いですね。はい、いいと思います。はい、しっかり甘みが出ました。はい、ではここで、はい、はい、ピーマンです。はい、ピーマンはさっと炒めて、はい、すぐ、バットに取り出します。あ、もうこれぐらいいいんですね。はい、へえ。じゃあちょっともう油が回ったらぐらいで、はい、ここで玉ねぎとピーマンは取り出しておきます。はい、これは煮崩れないためですか？はい、色も仕上がりの色も綺麗になりますので。あ、なるほど。はい、はい、では、よいしょ、フライパンをちょっと綺麗にして、はい、今日はフライパン一つでできます。同じフライパンで大丈夫です、はい、ここからはいよいよドライカレーを仕上げていきます。はい、はい、すみません。ではフライパンに油です。はい、サラダ油大さじ1。はい、そこにカレー粉大さじ1です。はい、弱火にしてカレー粉を炒めていきます。はい、油でカレー粉を炒めるんですね。はい、うん、はい、うまわたになります。カレー粉と油を一緒に加熱することで、はい、香りや旨味が増します。へー、はい、でも今日よく考えたらこの大さじ1杯のカレー粉だけなんですよね、はい、そのカレー味の部分でいうと。はい、そうなんです。でもすごい香りますよね。はい、ここなんです。ここなんですね。はい、このカレー粉に入ってるスパイスがたくさんあるので、うん、油で加熱してこう香りをふわふわっと出してあげます。そうすると大さじ1だけでも、はい、こんなに美味しく仕上がるんですね。はい、こんな風にシュワ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 してきましたね。はい、はい、してきました。ではここに、はい、入れていくんですが、はい、はい、まずトマトです。はい、これはトマトの汁ごと。はい、はい、そしてすりおろした野菜です。すみません。はい、人参。はい、はい、人参もたっぷりです。はい、生姜です。はい、はい、そして調味料が入ります。はい、はい、お醤油、ここでもう味を入れていきます。はい、はい、はい、お酒。はい、
砂糖。両方大さじ1ですね。醤油、酒、そして砂糖は大さじ2分の1。はい。お塩が入る。塩は小さじ3分の1。はい。はい。最後に胡椒。胡椒です。胡椒少々。はい。はい。なので何一つ特別な材料はないと。はい。そうです。ね。はい。カレー粉も含め家にあるようなものばかりで作ることができるんですね、はいはい、そうです。これらをよくなじませたらお肉を入れます。はい、はい、ここで牛ミンチ 200g 投入です。はい、はい、でお肉にこのベースのソースを吸わせるように、うん、よくなじませます。いいですね。今ものすごくカープっぽいですね、ここね。真っ赤ですね。はい。これでもお肉が後なんですね。はい。一番最後。はい。この方がお肉がしっとり仕上がるんです。うん、へー。お肉にじゃあ今そのいろんな旨味を吸わしているところ。はい。美味しいのがお肉に入ります。だいぶ吸いましたね。だいぶ吸いましたね。はい、はい、これをこんな感じで水分を飛ばしながら炒めていくわけですね、はいはい、そうです。はい、はい、中強火で、8分ぐらい8分ぐらい、はい、煮るとするとはい、こんなに水分が飛びます。はい、はい、もう汁気なしです。はい、うま技です。最後は汁気がほとんどなくなるまでしっかり炒めてください。はい、もういい香りがしてます。はい、おいしそう。でここに、この一度取り出しておいた、ここで戻るんだ。はい、はい、玉ねぎとピーマンを、はい、仕上げの段階で戻します。はい、でよくなじませます。あ、彩りもでも綺麗ですね。はい、うん、よいしょ。じゃあご飯入れときましょうか。あ、お願いします。はい、よいしょ。なかなか炊飯器の蓋が開かないというデザインなんですね。そう、こういうの一般家庭でもありそうですよね。もう炊飯器が置くところがなくてみたいな。カレーの方はちょっと味見して足らなければ塩を入れます。米を渡しました。ありがとうございます。素晴らしい。はい、はい、どうぞ。はい、ちょっと味見しま す, ます、うん、おいしい。ちょっと足らなければ塩を入れるんです、うん、ちょっと塩を入れてると思います。すごい甘みありますね。そうなんです、野菜の甘みがすごい、うん、旨味も甘みもたっぷりあります。あ、これはいいわ。よし、できました。できました、はい、じゃあ盛り付け参りましょう。はい、盛り付けます。ご飯は真ん中にこう平らに盛って、はい、その上にたっぷりと、はい、はい、お好きなだけ乗せてください、うん。これはでもちょっと癖になりますね。はい、手軽にね作れるんですけど。はい、はい、そしてこれだけではドロドライカレーにならないということで、ね、はい、仕上げにですね、はい、皆さんそれぞれのカープへのメッセージの旗など立ててみてください。こちらでドロドライカレー完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日はカープの今シーズンのキャッチフレーズ、ドドドなドライカレーを作りました。
玉ねぎは色づくほどしっかり炒めることで甘みを引き出します。辛抱強く炒めてくださいね。カレー粉は煮込む前に油と一緒に加熱することで香りや旨味が増します。最後は汁気がほとんどなくなるまでしっかりと炒めてください。そうすると旨味が凝縮されるんですね。カープの応援をしながら家にある材料で手軽に作れるドドドライカレー、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、それでは先生さん、はい、どうぞお召し上がりください。今日はですね、はい、このカレーにとってもよく合うのが、はい、トマトジュースとビールを同量ずつ混ぜたレッドワイン、はい、というカクテル、はい、で胡椒とかちょっと振ってね、胡椒すごい振られてますね、はい、これがよくこのカレーに合うということでね、皆さんも試してみてください。はい、いただきます。すごい美味しいです。ほんと野菜がいっぱい入ってましたね、はい、あーもりもりだ。スパイシーでありながら甘みもあるという、うん、ほんとだ、美味しい。わ、甘みあります。玉ねぎがすごい美味しいです、はい、で後からちょっとピリッときて、そうなんです、はい、美味しい。ノンアルコールすいません、いいんですね、はい、ちょっとがっかりしたテンションでした、ね、ノンアルっていう、はい、合いますね、ね、うん、ぜひ皆さんもこのカープのリストバンドをつけながら、料理で作ってみてください。さあ明日は中華の第3に真っ赤に染まる野菜スープを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。岸さんどうもありがとうございました。ありがとう。